はい、こんにちは。手持ちのつもすべて紹介し終わるまで終わりません。続きましてはオラフをやってまいりましょう。いや、まああなた雪の女王といったらやっぱりオラフですわな。で、皆さんはあなた雪の女王ね、1と2ご覧になられましたでしょうか。私はですね、一応両方ともね見に行ってるんですよ。2もね、1もね、今のね奥さんとね、まあ2の方はね奥さんになってからですけどね、まあ、1の時は彼女になってからね、やっぱりこう物語の成長とともに関係性も成長する。誰がうまいこと言え中年って話ですから、うまいかどうかもすらもわからないんですけどね。はいはい。あー、ちなみにセックスフィーバーを狙っておりますので、それも一緒にクリアできると嬉しいなーなんて思ったりするんですが、どうでしょうね。はい、あれうまくいかない。あ、これ厳しいかもしれないですね。ちょんちょんちょん、シュル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 、ポン、テラ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 。オラフはね、こういろいろ面白いシーンがありますよね。まあもうね、見たことある人はね、あのシーンとあのシーンかななんて思ったりするけど、まず1はね、アナだったかな、にいいオラフ見つかっちゃダメだよ、うん、わかった、こっちはキャーっていうシーンが好きですね。あのシーンは笑ったな。それから映画館だけど笑ったっていうね記憶がありますね。それからもう一つは2の方は、あ、どこだったっけ、あ、2の方笑ったって言ってるくせに忘れちゃってるっていうね、なんて表現したら、あ、そうそう、歌ってるシーンですね、一人で。で、あの時にオラフって実はなんか4歳とか5歳4歳だったかなの子供だっていうその事実も知って、あ、そうなんだと思って、オラフってそんなに幼かったんだね。4歳であのアクティブって言ったら、もうあれで勝てるのはもう他にいるのって言ったらもうクレヨンしんちゃんくらいじゃないかって思うんですけどね。いやー、はい。ああ、でもギリギリね、フィーバー6回クリアしましたんでね、セーフということでミッション達成もしました。さすが4歳のオラフさす。ということで、斜めにゴロ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 と転がっていく、そんなつもりでございました。では次回また。